はい、こんにちは。プレイブラック TV、まこつです。今回は新しいツイスター57のテストをしております。今回のテストボードは従来のフレックスパターン、不等圧とは異なり、全く新しいパターンを採用しております。目指すところは走り。これにつきます。大きいターンでもターンの最後の抜け、ここで板がスッと前に出てくる。そんなところを目指していきたいと思います。なかなかいい感じじゃないでしょうかね。はい。そして一番大事なのは、とにかくターン中に減速しないっていうことが大事になってくると思うんですけれども、ここ湯の丸でいう緩斜面です。一番下の第5のリフトの横になるんですけれども、緩斜面でもこうターンしてて板が詰まる感じもなく、しっかりスピードがつながっていると思います。さすがノウハウですね。日本のパイオニアモス、50年のノウハウを生かして、これテスト機初号機なんですけども、もういい仕上がりになっております。あとは少しフレックスパターンいじってマイナーチェンジすればもっと走りが出てくると思います。こちらの新しいツイスター、来季発売すると思います。頑張ってテストします。みんなお楽しみに。これからもテスト頑張っていくんで、ちょこちょこ見てください。じゃあねー。